19日のプロ野球公示で、中日は根尾昇、清水達也両投手と、ブライト健太外野手を抹消した。根尾は18日の広島戦バンテリンで今季初登板。6回3分の2を4失点自責0で勝敗はつかなかった。19日のセリーグ公示、出場選手登録抹消。山野太一 S、平内優太 G、松井壮 G、根尾昇 D、清水達也 D、ブライト健太 D。ああ、やっちまった。実に中二ドラ。ブライト健太は何しに一軍へ。コンバートか。頭が高つ。ということか説明。立浪はなぜ優を殺したんだ。次はショートか。どういうことや。ブライト健も消化試合食わせんのか。もっと投げさせてやれよ。上に置いとくと、次の先発はいつだとか代打待機させろとかうるさいからね。いや逆になんでそのまま投げると思うんだよ。じゃあ逆になんであげたんだよ。逆寄せって言ってるようなもんじゃん。どういうことや。一致が大事すぎてわからん。自責点例じゃなかった。もう一回ぐらい今年投げるかな。奥川の時みたいな FA 対策やろ。また10日後上がるんや。1アウトも取れなかった奴ら連座するかと思ったけど、清水だけか。昨日のマシンガンの責任を、なぜか清水が負ってるやんわら。清水は今までの積み重ねもあるぞ。ブライト草。ブライト落とされて福永残るの草。放出前の選手みたいな扱いやな。ブライトマジかよ。ほんま VS にだけは厳しいな。ブライトなんかしたっけ。走塁ミスしまくった。ブライトは野球脳が足りてないから。空ライナーで飛び出すやつ使ってられねえよ。今週末ネオが見られないという絶望。立浪の恐怖政治。ネオは最終戦かな。福永は落とされなかったんか。日本のトレンド、ネオかわいそう。ネオなしで客入り大丈夫？まあいなくてもなぜか入ってるか。